はい、お疲れ様です。毎日のお二人、アンドラドンでもありますけどね、庄内のみの方がお付き合いいただいております、Pさんです。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。今日、ババッと行きたいと思います。はい、僕がね、マックスビロッジがサーキットに復帰する計画、着々と動いております。またちょっとスポンサードいただきましてね、うちのおしゃれ番長こと時子さんからサポートいただきまして、時子さんというのはもう遡ることも3年ぐらい前からこの計画に関してはもういつサポートさせるんだこの野郎っつってね、ずっと追い込みかかってましたけど、だ最初の1年ぐらいは僕体調不良で走れなくてね、でその後の2年間ぐらいはコロナの影響もあってちょっと暗礁に乗り上げてた計画がやっと動き始めます。ところがまだその具体的なサポート計画の話ってしてないのにもかかわらずですよ、うさみんチャンネルさんにちょっとサポートしていただいたりとか、こちらね、ご夫妻に、提供していただいたものでこうステッカーも貼らせていただいてるんですけど、ちょっとこう前倒しでフライング気味にサポートしていただいてる方なんかもいらっしゃって、本当はありがたい話なんですけどね。まあどういう企画かっていうと、ちょっと今後また具体的なプランが出てくるんですけど、サポートしていただくと、その方もね、ステッカーとかなどうちの方で作らせていただいてマシンに入れていくというような企画になって、まあなんとかこのおじさんをサーキット走らせていただけませんかと、サポートしていただいてねっていう企画になってるんですけど、これ時子さんね、ちょっともうクソ暑い日にサポートをわざわざね、しに遊び来ていただいて、これもねご自分で作ってらっしゃるらしいんですよね。まあ業者さんにお願いされたらしいんですけど。え、そうなの？そうなんです。これ僕が作ったんじゃないんですよ今回。あ、そうなんだ。はい。そう、業者に依頼してこれどうなのっていうのがあるんだけど。これさ、そうなんですか。サポートしていただいたんで、はいはいはい、ね、きちんとどっかこうマシンの方にということなんですけど、徳子さんからもオファーがあったんですが、ちょっとやっぱ恥ずかしいから下の方にしてっていう依頼が ありましたんでね。下の方は結構あれよ、で結構レアなのが、よくこれからサーキット活動して、右回りのコースが多いので、はい、バンクしてる時にこの辺実は意外と穴です。そうですね、結構釣り込みますよ、っていうところで、じゃあそこに貼っていきましょう、はい、ということでね、てこさんありがとうございます。ありがとうございます。ただこのネーミングライトを買うためにね、てこさんね、僕のツイッターにコメント入れてきましたけど、年間契約200万円支払ったって書いてありました。てこさん嘘やめてください。素人のおじさん走らせるのにね、200万出す人どこにいるんですか。知らない人が聞いたら本気するかもしれないから、いや、いや、やめてくださいよ本当にね。まあ20万ぐらい。そんなぐらいじゃないの。てこさん200万は言い過ぎでしょ。まあちょっとここにね、今日とっこさんの新たなネーミングライツの協賛ステッカーを貼っていきたいと思います。ちゃんとボディの方はもう出ししてありますんでね。あ、これてこさんこれダメだ、ちょっと剥がれ剥がれない、ダメか。後で貼っときます。はい。じゃあ後ほど貼ったところをね、あ、じゃあ貼ったところをサムネにしておきましょうかね。ああ、そうですね、はい、そんな感じでちょっとおかしいね、はい、だからそのサポート企画って何よみたいな方ね、実はまだ始まってないんですよ具体的なところにね。で、もちろんやり方によっちゃ賛否も出る話なので、ちょっと慎重にやっていきたいと思うので、動き出始めたらちょっとずつご案内していきますので、はい、興味のある方はぜひ参加してください。ここはスポンサーステッカーだらけにして僕走ろうと思ってますので、ね、よろしくお願いいたします。今後もしょうもないことでお付き合いいただけたらありがたいなと思っております。これかっこりな金馬のここで見届け、また次回どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。